セルフレスペクトインオートノミー、自己尊重における自立性、はい、巧妙さが合理的な性格の自己評価の基盤であるのに対し、自立性は自己尊重の基盤だと。可能な限り時には結果を無視しても合理的な性格は自分自身の視点で世界を見たいと望みます。そして彼らはあらゆる強制から解放され、独立して行動する度合いで自分自身を尊重します。個人主義者である NT、 合理的な性格は彼らに任意の規則が押し付けられることに抵抗します。実際彼らは自分にとって意味がない法律規制または慣習を無視することを好みますが、それが理にかなっているなら従うこともできます、備えていますと。トーマス・ジェファーソン、ベンジャミン・フランクリン、ジェームス・マディソンなど合理的な性格の人々によって主導され、アメリカ合衆国の独立宣言、憲法、権利章典が作成されたのも驚くことではありませんと。合理的な性格は自分たちで自分たちを統治したいと同時に自分たちで考えたいと願っています。幼い頃から合理的な性格は他人のアイデアを疑いもなく受け入れることはしないと。そのアイデアが広く受け入れられた権威であろうとなかろうと、それは問題ではないと。いわゆる専門家が何かを宣言したとしても、合理的な性格の中ではそれに対して無関心ですと。肩書き、評判、資格は彼らにとって重要ではないと。アイデアはその優れた点に基づいて評価されなければならず、 NT は単純に他の誰かが十分な研究を行い、論理の法則を適切に適用したとしても信じていませんと。アインシュタインがそう言ったと理解していますが、最良のものでさえ間違えることはありますと、合理的な性格の人たちはそうコメントしますと、はい、この確立された権威に対する自然の尊敬の欠如は、合理的な性格を無神経に、あるいは傲慢だとみなす傾向があります。本能的に自立性を最大の美徳とみなす合理的な性格は、他者への依存を最大の悪徳とみなします。エインランドの政治的経済的理論に完全に同意するかどうかは別として、合理的な性格は慎重に考慮した結果、彼女っていうのはエインランドっていう方ですかね、彼女が人間関係の依存に対する軽蔑に賛同せざるを得ないと。人の独立したエゴから生じる全ては良いと彼女は厳選の中で書いています。人の独立したエゴから生じる全ては良い、人の他者への依存から生じる全ては悪である。尊厳を持った合理的な性格は自己指導し自己決定したいと望み、時折依存に陥ることが彼らの唯一の罪悪感の源ですと、はい。まあ、依存は僕もしたくないと思ってますけど、はい、なんか全部それで片付けるわけではないんですが、はい、その弱さが人間じゃないですか。その、ま、なんていうんですかね、理想主義者なので、はい、基本は人と一緒になんかしたいわけじゃないですか。二等兵は人によく見られたいとか、見られたいですね、人とっていう人基準で、多分 NT の人はそれを依存だって言ってる気がするんですよね。なんだと、自分一人で完結するみたいなのが理想っていう、僕のこっちの中にも NT はいるぞっていう、そんな感じじゃないですか。でいるぞって言っても依存はしたくないんですよ。そこにいたとしても影響は受けたくないみたいな、はい、もう分かってます、はい、こっちもご迷惑はおかけしません、はい、ちゃんとお金対価を、はい、マニーを。でもこう影響を及ぼしたいわけじゃないですか、二等兵は。及ぼしたいというか、まあ、人によくは見られたいですよ、はいはい、でそういうのがこう嫌な感じじゃないですか、 NT の人は。って言われると、はい、でもちょっとはよく見られたいと思ってるでしょって。よく見られなくても大丈夫なようにしたいと思ってて、あって言われると納得です、うん、はい、はい、だから依存する時もあるんですよ。で嫌悪感に陥るみたいなこと書いてあったじゃないですか。書いてありました、はい、人間だからしょうがないです、はい、
だからよく思われたいみたいなのも出てくるって話ですよ。あとそっか、こうやって僕は払いのけることができるんですよ、はい、不完全さを、はい、しょうがないじゃんしょうがないじゃんって。で、隊長は多分しょうがないじゃんとも思ってなさそうですよね。僕はだからまあ現実ですからね、現実生きるので、はい、そのためにはどうするかってだけの話みたいなところですよ。依存も使うさって感じですか。依存も使うし、はい、まあ、独立もするしみたいな状況によってそれが必要なら使うみたいな感じですよ。ありがとうございます、はい、模範的回答ありがとうございます、はい、自分の視点、独自、独立性の下りはその通りだと思ったと。なるほど。肩書き、評判、資格は重要ではない。アイデアはそれ自体で評価されるべきはその通りですと。依存はしようと思ってするのでなく、気づいたらするもの、うん、なんかの歌でこういうのありましたよね。ミスチルっぽいですね、はい、ミスチルミスチルですよねこれね、はい、実際には依存してしまう場合があるとしても、なるべくお互いに自立していたいとは思います、うん、僕も思います、はい、一時的お酒に依存しかけたさくらさん、 NT は依存意外と多い気がと。僕言うほど依存してないんじゃないと思いますけどね、 NT の人、うん、そうやって言う割にはって、まあ分かんないですけどね。分かんないですけどね、はい、あ、僕、あ、ごめんなさい、僕ねこれどうしてもいつも逆に立ちたくなっちゃうのが、はい、僕の悪い癖だと思ってます、まあ、イメージとしては遠い気はしますけどね、はい、そうですね、はい、でもまあいるっていう話ですからね、ないってことはないんだろうな、はい、いるって言われるといないってなりすいません、正確です、はい、ごめんなさい。